大稲は、現在の台湾台北市大道区付近の名称であり、を継承して、台湾で最も発展した地方である。新末から日本統治時代にかけて、大稲は、経済、社会、文化の中心地として、台湾の発展の中心地であったばかりか、人文等の学術の中心地でもあり、現在でも、王子の様子を伝える、建造物等が参見できる。大稲の範囲は、 台北市の民権西寺、伊南、ただたか西寺北、東は重慶北路から、西は淡水河に囲まれた地域を指す。北には大流、南は北城門をくぐり城中、そして南門を経て、へつながり、交通の中心地であった。17世紀以前、大稲は、少数の平ら保族が漁業を行っていた地であり、番社名を、刑護措置者と称した。 1709年、大白期、陳宝春、頼長は、陳天章らが協力して、開墾を行い、各人の生を組み合わせた、陳寄明を開き、その後漢人がこの地に続々と入植するようになり、また入植者は、布や酒などの物資と平保属人の鹿川を交換するようになった。当時ここに大規模な穀物を乾燥させる施設が設けられたことから、 大稲と称されるようになった。1851年、道安人の林蘭殿は、海賊の被害を避けるために、キールにより、大稲へと移民し、三棟の敏南式建築を建築し、大稲最初の焦点となった。1853年で発生した、泉移民の間で発生した、衝突超過広報が発生すると、下高の先州道安人と昇州人は、 先週三遊人々により住居を追い出され、北方の大流への移住を目指したが、現地住民により拒否され、やむを得ず大いね、へと移住し、淡水川沿いに商店を構え返しを形成、淡水川の水運を利用した交易に従事し、同安人を主体とした加工集落が形成された。これ以降、野心城などで、住民同士の衝突が発生するたび、多くの人々が、大いね、 えと南を逃れ、既存の同安神外士の外側に次々と漢人居住区が誕生した。19世紀末に二度にわたり英仏連合軍に敗れた新朝は、アビラ、淡水を開港することを決定、1860年に淡水港を開港した。この開港の範囲に、と、大稲も含まれ活発な交易がこの地で行われるようになった。しかしは、 しばらくすると土砂が堆積し大型船舶の航行に不便をきたすようになり、大型船を中心に大稲に停泊するようになり、台湾北部の商業、貿易の中心地としての地位を確立した。1865年、イギリス人、ジョン・ドットが放帯し、先週安計の茶内を導入し、それを農家に対応し、茶葉を生産させ、生産後に買い取るという事業を開始し、 台湾における茶葉栽培の講師となった。この時生産されたウーロン茶は甘みのある味のみならず茶を入れると白、金、ファン、緑、暮れないの色を有し、ビクトリア栄女王に献上された後にオリエンタルビューティーと命名された。これにより台湾茶葉の名声が高まり、特季、岩、美地、義和、しんかりという五大茶業が大いに、ね、日社を開設イギリスや アメリカ向けに大量に輸出されるようになり、国際的な大ね茶師は、校舎年代から日本統治時代まで流星を誇った。陽光主導の茶葉貿易は急速に拡大し、それに伴って大稲に経済的恩恵をもたらすこととなった。この他通称は経済のみならず、多くの外国府建築物が建設されるなど、文化的な変化をも生み出すこととなった。 1882年、清とフランスの間で政治的緊張が高まった。当時台北には防御施設は一切存在しなかったため、急遽、大稲との間に城壁を建築することが計画された。1885年、清仏二日間で講和条約が結ばれると、清朝は台湾に行商を設置することを決定し、劉命殿を初代巡部に任命した。 流明電はインフラの整備を積極的に推進し、大稲が北部物資の集産地として優位な地位を有していることを考慮し、鉄道駅を大稲南端に台北貨車標榜を建設付近の商業活動をより発展させた。鉄道の敷設以外にも、流明電は大稲にチャリ局、軍装機器局等の公共機関を設置し、この地区を 官営工場区として整備した。これらの政策により、台南に代わって、台湾の中心地としての地位を占めるようになった。またこの時期、地方有力者であった、林田田資源と李春夫は共同出資して、検証講師を設立、大稲に、検証外を整備し、ここに、洋風店舗を設立、それの貸し出しを開始し、洋風建築を用いた、 商業活動が行われるようになった。日本による台湾統治開始初期、大稲の茶葉貿易は依然として流盛であった。こうした中、日本の商業資本は欧米資本の影響力を排除し、日本や東南アジア市場に主が多く、経済活動に転換させようとした。大稲は伝統的な茶葉交易以外に漢方薬。 繊維をはじめ各種物産も扱うようになり、縦貫線が全線開通したことで、一層の経済発展を見た。日本統治時代中期以後、大稲は日本人により建設された木地にその地位を取って変わられるようになった。この状況下、大稲と城は前者を経済の中心、後者を政治の中心と称されていたが、数度にわたる宿改正により、大稲など、 台北西部地区は都市計画から漏れ場外に区分されるようになり、商業活動も次第に場内へと移行していった。これにより開発に取り残された大稲は台湾現来の街並みと生活様式を残した地区となった。1920年11月1日、台湾総督府は台湾地方管制及び行政区域の改正を実施し、台北町直轄であった大稲。 大流の3区を廃止、台北市を設置し、台北州に帰属させた。1922年の町名改正により、大稲は、大橋町、港町、永楽町、太平町、日新町、家計府町、県政町、上、京府町となった。行政名称としての大稲は廃止されたが、生活の中ではなおも大稲の名称は使用され、続けた。当時は、 第一次世界大戦が終わり、世界中で新市長運動が叫ばれた時代であり、日本でも大正でも暮らしいが、中国では54運動などが発生した。台湾の知識人は台湾総督不当地化、これらの新思想の潮流に衝撃を受け、台湾でも同様に新文化運動が試された。その舞台となったのが富裕層が多く住む大稲であった。当時設置された 文化活動拠点としては、淡水技館、港町文化講座、永楽座などを挙げることができる。特に永楽座は、現在の私立天守教聖州女子中学の大行動に位置し、当時の台湾を代表する劇場として、伝統劇局以外に現代交互劇なども上演されたほか、社会改革運動を提唱した台湾文化協会の成立大会なども行われた。 今日の大稲の中で赤実の繁栄を伝えている場所としては敵か老害を挙げることができる。現在は春節前に買い物客で大混雑することで有名であるが、日本統治時代は台湾の各種雑貨と茶業を中心に商店がのを連ね、高年米業や布引き業、薬業などが進出した商業の中心地であった。霞海上皇病もこの地区を代表する病である。 元来は、復権戦修道を上げてんご伊佐里総居民の珍珠神を祀っていたが、現在では、霞海上港を主神とし、同時に38義友港党なども祀られている。規模は小さく、正殿と神がのみであるが、参拝客が途絶えることはない賑わいを見せている。このほか大稲教会も大稲旧市街地に現存している。建築様式は、 福建アモ一体の西方伝教師所が建設した、教会を模倣して建設されたとされている。初期の大稲は、台湾新文化の啓蒙の地であったが、通俗文化でも狂劇、話劇、補定儀、歌子儀などが上演されていた。すでに数十年にわたり上演されることはなかったが、現在大稲では、奇水儀局公演を整備中で、これら各種地砲劇の発表の舞台にしようという、 計画がある。おいね百鎮図。ありがとうございます。